はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、はい、今回のテーマはですね、はい、投資初心者は何から始めたらいい？株や FX を始める前に。うん。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい。まあ、ちょっと補足を。はい。はい。まあまあ補足というほど補足ではないんですけど、うん、まあ、要はまあ投資を始めたいと思った時に、うん、まあまあそれはいろいろあるわけですよ、うん。株だったり、FX だったり、不動産もあったり、トレードもあったり、もう債券もあったり、オフショア投資もあったり。うん、まあ最近ではビットコインみたいな、ね。あ、そうそうそう、ああいうのも仮想通貨もね。うん。うん。で、ありすぎるわけですよ。うん。もうもう、投資手法もいっぱいあるじゃないですか。はい。やれ、難品買いだ。うん、いろいろあってもう何から始めたらいいかわからないっていうのがやっぱり投資をこう始めようと思った最初につまずくこう壁。なるほどね、うん。っていうのを今回お話ししていきたいなと思ってこのテーマでございます。なるほど。はい。そうね。まあ何からお話ししたらいいのかなと思うんだけど、はい、まずはこの金融商品から何か選ぶっていうこと自体はもうナンセンスですね。例えば株式をしたい、うんうん、FX をしたい、うん、ビットコインをしたい、もう、うん、その時点で考え方が誤っている。おお、となるともうほとんど誤ってますね。まあそうでしょうね。やっぱだって一番最初に目につくのは株式、まあ FX、まあ今で言うとビットコイン。うん、この辺じゃないですかね。一番大事なことは、うん、その投資で何をして、まあ、いわゆる実現したいのか、はい、まあ、皆さんが何をもってその投資と呼んでいるのか、うんうん、そこはもう僕が呼んでいる投資っていう定義と皆さんの投資っていう定義が違う場合もあるし、うん、まあ、まず最初に自分自身が何をそこで、うん、まあ、実現したいのかっていうのがまず最初に立って、はい、その方法論があってで、その方法論に一番合っている商品を使えばいい。っていう順番で考えるべきで。うん、一番後ろですね。そう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 。だからまあ、皆さんだったら普通ね、そういうふうに、そういうふうに聞いた方が多分納得するんだろうけども。うんうん、だけど、そう、まあ、例えば、その、いい例かどうかわかんないですけど、はい、例えばこっちから、考えるとなると、うん、なんか、こう、商品の説明をするときに、これはこんな機能があって、これはこんな機能があって、こんな機能があって、これ最新なんですよ、つって、売り込まれても、買う触手は伸びないでしょ。ああ、はいはいはい、うんうん。それじゃなくて、まあ、アップルがね、うん、こう、よく宣伝するのと一緒のように、これを、まあ、いわゆるこういう商品を使って、こういう世界を作り上げたいんですよ。そのためにはこういう機能が必要です、うんうんうん。だから私たちはこれを作りました。おお、そうですね、そうですね。うん。あなたも一台どうですか？うん。スティーブンがいますね、スティーブンが。っていうような説明になりますよね。はい。で、ここの中で重要なのは何かって言ったら、うん、まあ、いわゆるその目的っていうものがまず最初に立って、うん、いわゆるその何を成し遂げたいのかってことですね。そうですね、うん。で、そのために自分自身がそういう、どういう方法論、どういう機能が必要なのか、うんうんうん、っていうのがあって、で、最終的に商品を選定する。で、そっちの方が多分皆さん商品買われると思うんですよ。確かに。確かに。なのに、多くの場合は、うん、その機能とか、うん、商品そのものをやって、うん、実はあなたにその商品は必要ないかもしれない。うんうん、実は全然間違ってるかもしれない。うん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 、って思うじゃないですか、うん。で、それって、自分で気づかなかったら終わりだよね。確かに言われてみればそうなんですけど、ね。そう、だからこういう質問が来るっていうこと自体は、うん、もうそもそもが、うん、そういう、なんていうのか、コンサルティングとまでは言わないですけど、うん、なんだろう、そういうことをこう、提示してくれる人がいない。うんうん、なんでかって言ったら、それぞれの立場の人たちは、この商品を売りたい人たちだから。うん、まあ確かに。そうですね。だからこの商品について言うよね、うんうん。例えば株式投資、まあ今の例で言ったら、まあ商品の売り方ですけど、うんうん、まあ株式投資って言うんだったら、株式投資の人たちは、それは株式投資進めるよね。そうだね。うん。うん、
そうですよね、それは。それがプラットフォームだからね。うんうんうん、で、そうじゃないと儲からないからね、その人たちは。うんうんうん、だから、他のものと比較したりとかするんだけど、うん、そもそもそっから間違ってる可能性あるよね。ああ、まあそうか。だって株式投資を進めているところに行って自分自身が成し遂げたいものと全く違うものだったら、意味ないじゃん。まあ確かにそうですね。まあ、いわゆる、ここの共通点としてはお金を儲けたいっていう、うん、その共通するものがあって、うんうんうん、投資なんてそのためにありますからね、うん。だから、あの、お金を増やしたいということなんだろうけども、はい、じゃあそれは、まあ、元本を減らしたくない、うん、もう1円たりとも、みたいな人もいるでしょうし、うんうんうん、いや、もうガンガンリスクを取って、リスクを取ったりとか時間を使って、うんうん、もう僕はどんだけ難しいものでも、うん、そこに挑戦していくと。うんうんいう方だったら、それは、それなりの違うものがあったりとか、ねうんうんうん、まああると思うんですよ、うん。なので、まあ、その方が何を成し遂げたいのかっていうことがすごく大事だってことですよね。うんうん、そっから考えていくもんなんだっていう。うんまあ、まず思考のスタート地点が違う。まずそこっす、ね、と思うんですよ、うん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 。で、それをまず踏まえた上で。はい。踏まえた上で、うん、僕自身いつも言っているのは、うん、まあ、例えばトレードしたい、うん、ね、そういうふうに思われて多分ね、この動画見られる方もいらっしゃるでしょう。うんうん、で、その、トレードするって、その難しいことでもやってみたいとかっていうふうに思うだろうけども、うんはい、その稼いだお金どうすんのってことだよね。おー。まあ、例えば、すごくトレードが上手くなって、うん、年利 200% 出せたとしよう。で、まあ、原資が1000万あれば、まあ、3000万に増えますよね。うん。うん。で、それで増えたお金を、さらにトレードするの？じゃあ、それはいつまで？で、そうなってから考える。まあ、まあ、もちろんそれはそれでいいのかもしれないけど、うん、じゃあ、それトレードしなかったら収入ゼロだよね。まあ、トレードなんてそんなもんですよね。まあ、そうだね。うん、もう、労働みたいなもん。労働みたいなもんですよね。はい。うんうん。確かに、どこまでやるんでしょう？で、これはもうサラリーマンでも同じで、例えばすごいキャリアを積んで、高収入になりました、うんうんうん。でもそのお金全部使ってたら、うん、いつまで経っても、働き続けて、自分の体が壊れればそれで終わりだし。確かに。ってなるよね。だから。楽したいですね。うん。うん、で、まあ、例えば、僕自身も今ね、確定拠出年金プロジェクトっていうのもやってるけど、はいうん、老後のお金の不安が解消されれば、うん、まあ、ほとんどお金の不安は解消されると、うんうんうん、僕自身は言っているんですけど、はい、まあ、いわゆるその、自分自身の収入がなくなっちゃった時に、うん、いわゆるお金に不安がない、残らない状態、うん、まあ、その老後になってみたら、体動かないし、うん、若い人たちよりも働けない。うん、だから、ある程度、行ったら多分リタイアっていうところになるんでしょうけども、うん、その時にいわゆる年金もらえないとか、うん、資産もないってことになると、うん、これ生活保護しかない、うん、それはやっぱりちょっと問題があるから、ね、どうにかしたいっていうのはみんな思ってますよね、うん、そうですね、うんうん、まあ年金がもらえるかもしれないっていうのは多少あるかもしれないですけど、うん、まあ細っていきますからね、うんうん、でそうするとその老後の資金とかそういうようなものを稼ごうと、うん、またその蓄えをしておこうというようなことを考えるわけですよ、うんうんで、それは結局、トレードだって、うん、70、80になってトレードしてるおじいちゃん、おばあちゃん、いや、いるかもしれないけど、うん、うん、どうなんだろうって思うよね。うん。うんまあ、なくはないでしょうけどね。なくはないね。まあ、少数派、かなり少数派でしょう、うんうん、で、そうなると、僕はベースになるものっていうのは、トレードとかそういうものではないような気がするんですよ。うん。うんうん、で、その、まあ、働かないでもっていうか、うんまあ多少頭を使ったり、うん、手を動かしたりすることはあっても、うん、まあその労働とかと比べたら、もう極端に低くて、うんうん、で、それを管理、運営していくと、うん。で、それに対してお金が入ってくる。うん、まあこれに一番近いのっていうのは、うん、投資。まあこの投資の中でも僕が言っているのは、うん、資産、まあ資本って。資本。もう僕は資本って呼んだ方がいいと思うんですけど、うん、資本を投じる、うん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 。ということですね。うん、いわゆる資本とは何かっていうと、資本、そのものからお金を生み出す力を持っているものにお金を投じるということですね。はい。これをベースにする必要があるんじゃないかと思うんですね。だから万人が必要とするものなんですよ。人間は老いていくんで、うん。いずれ働けなくなった時に、何もしなく、まあ何もしなくてもお金が振り込まれるって言い方はちょっとあれですけど。まあね。うん。
まあまあ似たような、まあもんですけど。そうですね。うん。うん、だからそれが、まあ、例えば特許収入とか、うん、なんかビジネスやってすごい儲かって、まあ、配当があるとか、はい、まあそんなんだったらね、うん、それはいいけど、数えられる、もうその本当にごく一部の人たちになるので。そうですね。再現性がね。そう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 。うん、じゃあ誰でもってなると、うん、僕はもう投資しかない。ああ。で、結構投資って崇高な、まあ、いわゆるその神聖なと言った方がいいかもしれない。うん、っていう行為だと思うんですよね。うん。うん、世の中にはお金を必要としてる人たちがいて、うん、で、それで何かを成し遂げたいっていう人たちがいる。うん、で、その人たちを応援するためにお金を投じるという、うんうん、もう、この金融システムって言いますか、まあ、こういうその資本のシステムが、動かないと、我々の世界は何も動かない。うんうん、まあこれはね、もうちょっと動画のね、この内容から少し外れるので、また別の機会に譲ろうと思いますけど、はい、まさしく自分自身のちょっと余ったお金、うんうんうん、それを世の中のために使ってもらって、うん、で、それで世の中を良くしてもらって、うんうん、で、良くなった、その良くなるためには、まあ、いろいろこう、頑張る人たちがいるんだけど、その頑張る、なぜ頑張るかって言ったら、利益が得るからですよね。今、貨幣社会であったり、資本主義社会っていうのは、そういうような仕組みで動いています。うん、なので、そのお金の幾ばくかは自分の手元に入ってくる。うんうんうん。うん、っていう仕組みですよね。うん。だったら自分で動く必要ないじゃないですか。まあそうですね。うん。うんうん。だからその資本を投じるっていう、うんうん、その投資というものが、うん、まあまず最初のベースになるのかなと。うんうん、これは一生必要になるので、最終的に。うんうん、だったら初めのうちからやっといた方がいいんじゃないと思います。早いうちから。そうです。うんうんうん。だから、まあトレードとか、うん、まあその株式投資でも売買を繰り返していくようなものとか、うん、安くなったから買うとか、うん、高くなったから売るとか、うんうん、そういったものではなくて、うんうん、まあ、配当でもいいですよね。もうわずかな配当でもいいですけど、うんうん、そのわずかな配当をもらうために、まあ積み立てていくとか、うんうんうん、そういったものですね、うんうん。その会社がずっと存続するだろうというようなものとか、うんうん、まあそういうようなものに投資をするようなやり方、まあこれが、まあ投資なので、うん、でその方法論というのはそれを持ち続ける、またそれをこう預けていくことで、またそれを資産を増やしていくことで、うん、自分自身の収入が増えていくようなもの、うんうんうん、を投資と呼ぶと。うん、おじゃこの中で、うん、じゃあ誰でもできること。ああ、なるほど。うんうんうん。っていうものがあるわけですよ。投資をやりましょう。投資っていうのは、そういう資金が、資本からお金を生み出すものに投資をするという考え方ですね。うん、で、そうすると、まあ、自動的に、ボーンとは増えないんですよ。うん。うん。うん、だけど、安定的に、うん、とか、また、その、緩やかに資産形成して、で、しかも僕らはお金がないので、うん。年20代の方とかだったら、うん、まあ、言ったら持ってても数百万の世界でしょ。うん、そう思うしね。うん。だって、それじゃあ自分の老後なんか全然支えられないじゃないですか。だから、もうちょっと欲しいわけですよね。もうちょっと、まあ、まあ何倍かは欲しいわけですよね。数千くらいはちょっと欲しいですよね。だよね、うん。で、そうすると、まあ、やり方っていうのは限られてくるよね。うん、まあ、いわゆる少額からできなきゃ意味がないとか。まあ確かにないですからね。うん。積み立て投資ができるものとか、うんうん、まあそういったものの方法論に分かれていくわけです。うんうん、で、まあ、まあ、手前味噌ですけど、うん、まあ僕らはチーム 7% で言っているのは、それ、うん、それが、まあ実現できる方法になるわけですよね。うん、まあアセットアロケーション。アセットアロケーションという方法があると。うん、僕らで、うん、もう本当に投資初心者でもできることっていうのは、平均値を取るのは簡単なんですよ。うん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 、で、まあ、過去のね、ちょっと動画で、まあ、インデックスファンドっていうのね、うんうん、なぜインデックスファンドになるのか。ああ、最強なのかっていう、うん。そうですね。結構人気の。あ、人気の動画ですか。我々人気の動画ですか。あ、そうですか、うん。あれ、まあ、うまく言ったなと、自分自身では思うんですけど、はい、それで言ったように、平均値を取ることはすごく簡単なんですね。うん、まんべんなく全世界買えばいいんです。うん。うんうん。うん。全世界買えばいい。まあ、その内容についてはちょっと他の動画で話してるので、そちらの方見ていただいて、うん、まあ、こちらの方ですね。お、出ますね。はい。うんうんうん、で、全部を買えばいい。うん。で、全部を買うと平均になる。まあ、いわゆる全世界投資って我々が言ってるやつですね。うん。うんうん、で、じゃあなんで全部買うのか。うん、うん。って言ったら、全世界は経済成長し続けるからです。うん、うん。今日よりも明日。うん。今年よりも来年。うん。10年、20年。我々は豊かになってます。うん。うん。で、そこには技術革新ももちろんあるし、うん、
もしかしたらドラえもんが出てくるかもしれない。あ、いいですね。宇宙船に乗れるかもしれない、うん、それはいいですね、うんうんうん、あのコロニーに住めるかもしれない。おちょっとガンダムっぽいですね。ね、宇宙旅行もできるかもしれないし、うん、タイムマシンとかまあちょっとできるかどうかわかんないですけど、うんうん、まあそういうものもあるかもしれない、うんうん、いわゆるその将来はいっぱい、うん、可能性に満ちている、可能性に満ちている、うんうん、でそれを実現しよう、それがあった方がいいなっていうふうに思う人がいればいるほど、うん、それが実現されていくわけですよ、うん、もちろんハードルはもちろんあるかもしれないけど、そうやって僕ら人類は発展をし続けてきた、うん、これからもそうだろう、うんうん、思うんですよね、うんうん、で一定の社会になって、今はまあ資本主義社会と民主主義というようなものが、うん、まあ今ね、うん、大きく出てきて、まあ問題もいっぱい抱えてますけども、うん、でもやっぱり経済成長はし続ける、うん、だから全世界にまんべんなく投資をしてると、その経済成長はもらえるということですね、うんうんうん、しかもまあちょっと難しい話をすれば、その全世界の成長よりも資本からの収益っていうのは高いと、うんうん、いうふうに違いがあると、違いも違いますね、まあここは、まあ、ちょっと難しくなっちゃうので、置いておきますけど、まあ、これ、うん、トマ・ピケティさんっていう人がね、一応、論文書いて、うん、世界的にはかなり、こう、ショッキングな、統計データだったんですけども、うん、まあ、でも、そこから編み出されているように、まあ、全世界っていうのは、経済成長し続けているということも、うん、まあ、実際に言えると。うん、だったら、全世界に投資していれば、ああ、なるほどな。そこから入ってくる。あ、で、これって、まあ多少の変動はあれ、まあ波は打ちますからね、これ波は打ちますけど、うん、でも一つの企業が潰れるとかそういう世界じゃないじゃない、うん、確かに世界がなくなるかなかならないかくらいの、ね、っていうことでしょ、うんうん、問題は抱えてるけども、それでも成長してるわけだから、うん、じゃあその国の一つの企業が潰れたところで、うん、そんなもん全体から見ればまあ小さなものですよ、うん、確かに、うんうん、じゃなくても本当に大きなものにしとけば、もう全平均取れるわけですね。で、それが 7% ぐらいあるんだって言ってるんですよ。ああ。なるほど。うんうんうん。じゃあなぜやらないのかですよね。確かにそれは全部買えれば。ですよね。ですよね。だから資金いるんじゃないかとか。そうそうそう。まとまったお金いるんじゃないか。数百万いるんじゃないかって言われてるけど、うんうん、全然。もう1ヶ月100円からスタートできるし、うん、僕らが言っているアセットアロケーションっていう、うんうん、もういわゆる全世界まんべんなく買うっつったら、うん、最低限2000円からいけるし、うん、その環境はもうすごく整ってるんですよ、うん、昔はそうじゃなかったんだから、うん、もう15年前なんて一口1万円でしたね、うん、もう全世界に買おうと思ったら何十万っているんですよ。毎月ね。で、それは無理だから分割して、ね、分割してね。買うことになるんですけど、うん、でも今はそうじゃなくて、毎月2000円でもうずっとコンスタントに買うことができる。うん、しかも一回設定してしまえば引き落としもしてくれる、うんうんうん。なぜしないのかですよね。確かに。まあ、この中で学ばなきゃいけないのっていうのは、うん、まあ、投資したことがない方だったら、うん、口座開設ってなんだとかさ。まあ、そこですね。で、うんうん、その、積み立て投資するにはどういう手続きがいるんだとか。まあそうですね。じゃあ全世界っていうのはどういうふうに投資すれば全世界投資ができるのか。うんうん、まあそういうようなことは学ばなきゃいけないけど、うん、それすら学んでしまえば、うん、あとはできちゃうわけですよ。まあ確かにうちのね、マネーセンスカレッジで言ってるものは、最初はね、ちょっとハードルがあれかもしれないですけど、設定してしまえば、うん、毎月全世界に自分の資本が投じられていくっていうシステムですからね。そうですね。うんうん、今の経済の仕組み、うん、そのシステムっていうものが続いている限り、まあ破綻することがないということであれば、うん、まあ人生を支える分であれば、まあ今はね、今の選択肢としてはありなんじゃないかと思うんです。一歩目みたいなことですかね。だから、うんうん、まあ夜、僕はトレードとか、その株式投資でも売ったり買ったりを繰り返していくようなものっていうのは、投機と呼んでいて、機械に投じる、はい。いわゆる今だって思うからお金を投じる。ね。そうじゃなくて、資本、生み出すものに投じるんだってことですね、うんうん。で、そっちをしようと思ったら、意外とやること簡単なんですよ。うん、実際やること簡単なんですよね、うん、だからその仕組みをしっかり理解する必要、うん、ただ理解をするにしたってまあ数時間あれば、まあ、確かに、まあどんだけ亀の動きで、うん、ね、歩みであっても、うん、まあ、1ヶ月あれば、うんうん、十分理解できる、うん、やること自体、うん、なぜそうなのかっていう仕組みを理解することは、うん、そんなに難しいことじゃない、うん、これは僕例え話でするんだけど、うん、いわゆるその何を成し遂げたいのかって言った時に、その方法論さえ知ってしまえば、うん、別に全部を知る必要はないということですね、うん、
例えば車です。うん。うん。車、運転できる人多いですよね。免許証持っていれば運転できるから。できます。でも、エンジンの構造とか、うん、それが、まあ、例えば、オイルがどういう役割をしていて、うんうん、とか、ブレーキがどういうような仕組みでとか。確かに。そんなん知らないでしょ。で、タイヤの溝がこうなってるから、これは素晴らしいとか、これはダメだとかって、そんなの知らなくてもさ、全然ね、タイヤ履きゃいいよね。うんうん。ズルズルじゃなきゃね。うん。うん、でも、軽自動車と、うん、まあ一般用の自動車、まあね、普通の普通自動車と、その違いぐらいが分かっているだけで、うん、特に何も問題はないんですよ。うん。うん、ブレーキ踏めば止まるし、うん、アクセル踏めば進むし、うんうんうん、で今最近だったらもう AT ですから、うんうん、もうドライブに入れれば前に走るんですよ。うん、確かに。ね、あとはもう安全運転ができるような、こう教習を受けて、うん、で運転、もう基本的に誰でも運転できるよね。うんうんうん、っていうように、これは、技術なんですよ、うん。技術っていうのは誰でもできる。うん、だけど、トレードとか、そういう、なんか、商品知識とか、うんうん、まあそういうのも使って、うん、その特殊なことをするっていうのは、これ、技能って言うんですよ。ほー、うん、ほうほう。これ違うよね。車の運転で言うと、F1 とか。そう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 。だからプロになるとかね。はいはい。うん、それはものすごく訓練いるよね。で、いいね、一握りの人しかできないです。うん。うん。確かに。だけど、投資っていうのは、誰でもできるんですよ。うん、ああ、普通免許程度。うん。うん、うん、うん。だから、一番最初にするんだったら、投資をすべきです。で、投資をするにしたって、少ない金額で、で、安定的にっていうんだったら、全世界に。そしたらもう、すんごい平均化されてるものだから、うん。これ以上は安定したものはない。うん。うん。ですよ。うん。で、なぜそこからスタートしないのかですね。うんうん、で、そこからそれをやり始めて、うん、それよりも難しいものとか、うんうん、いや、それよりも稼ぎたい。もっとお金増やしたい。まあ、例えば、まあ、今の何をしたいかの話で、投資をするなら、例えば、未来のお金の不安をなくしたいから投資ですよって話でしたけど、うん、もっと早くにリタイアしたいとか、うん、ありリタイアしたいとかでやると、うん、まあ、それは資金量がいるからね、早くに資金量がいるっていうことでしょ。うんうん、で、それはそうなんだけど、でも、トレードでそうなったとして、うん、おじいちゃんおばあちゃんまでそれトレードすんのか、だから結局儲かった金どうすんだっていうふうになったら、戻ってくる投資しかないんだってことですよ。じゃあ今からそれをベースにして、数千円でも、1万円でも5千円でもね、いいからもうそれをベースにしてやりつつ、で、勉強にどうせ、それ時間かかるわけだから、その間にお金のことについて学んだり、トレードとかそういうのも学んだらいいじゃないですか。だから僕だってトレードの手法について話してるトレディストっていう話をやってるわけですから、まあ受けたらいいんですよ、そういうようなものとか。まあ別にうちじゃなくてもいいですよ。他に優秀なところいっぱいありますから。だからそういうようなところで、まあ学びつつ、でもベースは絶対にいるし、で、リタイアするときにはそれがいるんだから。ということであれば、うん、まあ最初からやるのは、投資で、うん、アセットアロケーション、全世界投資。うん、で、まあ我々チーム 7% というものをやってるので、うん、そっちに来てくれたら嬉しいなと思うけど、うん、別に他のところでも結構ですし、うん、書籍もいっぱい出てます。そちらの方で勉強されてご自身でやりたいというんであれば、うん、そう、どうぞやってください、うんうん。なるほど。まあ投資もいっぱい種類があるけど、最初にするならアセットアロケーションが良かろうと。そうですね。アセットアロケーションで数千円、うん、1万円、その5千円、まあ、その、まあ、その本当にそのぐらいの金額を積み立てていって、うんうん、本当にじっくりと資産を形成していくと、うん。で、未来への不安を払拭して、さらにそこからもうちょっと早くとか、うん、なった場合には、その上でトレード、まあ、投機みたいなものをしてもいいんじゃないかというところですかね。うん、そうですね、うん。シミュレーションもできるしさ、うん、数年間、まあ数年間でちょっと結果わかんないかな。うん、まあ、10年間ぐらい、うん、うん、やってみれば、投資っていうのはどんなもんだっていうこともわかるし、全世界投資ってどんなもんだっていうこともわかるし、うんうんうん、で、我々も、まあ、サービスしてから15年経ちますから、そうですね。その15年間のデータを全て公開していますので、うんうん、一応口座内ではね、うんうん、はい。なので、まあそれを見てどう判断されるかとか、うん、まあ無料のプレ講座もやってますし、そうですね、あそこで全部公開してますから、はい、はい、でそっちの方で見てもらって、うん、まあこれから始めてみよう、そうですね、うん、それでいいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、わかりました、うん、まあ以上ですかね、はい、わ、はい、かりました、じゃあ何か参考にしていただければと思います、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。
それでは次の動画でお会いしましょう。